どうも、ブルーンビューティーバーの小西とゆきです。今回のご相談は30代女性の方です。彼氏がプロポーズをしてくれないまま4年が経ちました。時々催促してるつもりですが、たびたび濁されます。いつか結婚しようとは言ってくれますが、いつになるんでしょうか。同棲は2年前から始めてます。よろしくお願いします、とのことですが、どうですか。いつになるんでしょう。4年は長いですね。ね、だって20代前半の4年とかよりさ、その20代後半とか30代ぐらいの4年ってさ、結構長いじゃん。でも同棲して2年経ってるわけで、それもなあなあってことはさ、なんか今がちょうどいいみたいな感じの、そのぬるま湯みたいな感じでいるんだろうね、お相手の方は。結婚したい気持ちは本気ではあるけれども、ってことですかね。本気なのかな。覚悟が決めきれなくてみたいな感じの可能性ももちろんあるけどさ、でもなんか今が一番ちょうどいいから。だってほら、同棲してたらさ、いろいろ家事とかもやってもらってるかもしれないわけじゃない、彼女さんにさ、料理作ってもらったりとか、そんな感じでいたらさ、一人でいるより楽だったりもするしね。まあ都合がいいみたいな感じですね。でもなんかこうやって結婚の話をしてるけど、してくれないっていうのもなんかね、なんかいい加減期限決めてほしいよね。ああ、期限決めるのはいいんじゃないですか。なんかもうこれまでに結婚できないんだったら、もうちょっと他の人探すよみたいな話して、とかの方がいつまでもダラダラしないと思うな。確かにちょっとダラダラ癖がついてるようになんか見えますね。どうですか、男性4年その間結婚しないのは。結婚し、いつか結婚しようって本当いつなの。確かにその周りには言ったりはしますね。なんか決めきれないんでしょうね。結婚ってすごい大事、重要なもんだと考えすぎてて、なんかこう節目みたいな大きなものがあったら結婚みたいなって思ってるんじゃないですか。大きなものって例えば、両親がちょっと体を悪くして結婚した安心させたいとかとかもあるし、仕事でこの試験に受かったらとか、この役職になったらとか。それ落ちたらどうすんの。落ちたらもう1年待つみたいな。それ勝手じゃない。勝手ですね。まあなんか踏ん切りがつかないから、だから多分結婚したい気持ちは確かにあるんだけれども、それがそこまで彼女からしたら大きなものではなくて、ダラダラしちゃってるっていう。だから今の居心地も多少いいんでしょうね。だからもうやっぱ期限決めるしかないと思うよね、これはね。そうですね。だっていつか結婚しようって本当にいつだよって話だもんね。そうですね、期限決めるのはいいと思いますよ。そんな感じで。そうですね、その、彼氏さんにそれを告げて、それでどういう気持ちになるか、そこも確かめながら、そうだね、やってみるといいと思います。はい、はい、参考になってもらえたら嬉しいです。こういった形で相談したい方がいらっしゃれば、できれば年代や性別も書いて気軽にコメントしてみてください。それではブルーンビューティーバーの小西とゆきでした。